バレンタインケーキにデコレーションをして今田さんから妻夫木さんにお渡しするっていうのはどうですか。はい、もう今日渡します。人の力を借りるな。テーマとかがあった方がやりやすいとか。みおちゃんから見る妻夫木さとしとは的なはいものをイメージしてもらっていいですか。はい、作ってもらって、はい、目の前でこうねやるの緊張しますね。そうですよね。では頑張ってください。よーいスタート、はい、すごいですよ。ちょっとカメラさんにもね近くに寄っていただいて、こんなケーキのデコレーションしたことない。初めてですか今田さん。こんなだって、初めてですよ。確かにこれだけの生クリームとか使ってやるのはなかなか家じゃないですよね。あとテーブルの上にもすごいいろんな種類のそうだよいちごとかあらざ装飾のねものが妻夫木さん近くでもうなんかちょっと今ハートが割れかけたぞ。大丈夫かちょっといかんいかん。妻夫木さん今回、はい、そのテーマ自分をはい、こう表現待って僕のハートが壊れてるんですけど。ブロークンハートっていうことですか。どうしようかな。どうなんですか ねどういうイメージなんでしょうね。今田さんはどういうふうに自分のこと見てるって思ってますか、はい、想像したこともないですよね。多分ただのおじさんだと思ってるじゃないですか。そんなことはない。今田さんどんなお兄ちゃんって感じですか。そうですよそうですよっていうかやっぱりちょっと待ってくださいね。マジなやつですね。マジなやつです。まあ、一応おいおいおい大丈夫？なんかタピオカみたいになってますよ。ねえどういうコンセプトなの？今のところ最初綺麗なハートが今宇宙人みたいになってます。これカマキリの顔みたいになってる。なんかすごいセンスがちょっとあれですよね。やばいよ本当に。本当にやばい。3分クッキング出れないよこんなの。時間制限も、うん、そうですね、まあ、今日はあの配信のねいいよ都合もあるんですけど。大丈夫だよまだ全然いける。でもやっぱせっかくならね妻夫木さんいただく方としたら、はい、やっぱりちょっとこうやっぱりこう可愛らしいね美桜ちゃんらしいこう可愛らしいチョコレートケーキがいいななんて思いますよ ねやっぱり手作りチョコってもらったら嬉しいですよね。だってそんななかなか作ってもらえないですよ、本当に。妻夫木さん自身は、はい、こういうのを手作りしたりとか、あ結構スイーツとか実はスイーツ作り好きで好きなんだよね。緊張するんですけど。でもねチョコレートケーキは作ったことない。クッキーとかよく作ってましたけど前、はい、すごいですね。じゃあちょっと今見ててアドバイスしたくてもううずうずじゃないですか。いやいやデコレーションですか。作ってるってことなんですかこれ。まあでもねそうありますからね。今田さん逆に妻夫木さんが、はい、そのねクッキーとかを手作りして、はい、プレゼントしてくれるときにラッピングとか綺麗になってたらどうですか。誤解ですか。ごめんなさい。吉岡さん代打吉岡さん。ちょっと待ってください。あれいない今日来てないか。来てないって代打なしだってやっぱり妻夫木さんとお話ししてることにします。すいませんごめんなさい。こんないっぱいいっぱいな美桜ちゃん見るの初めてよ俺。私もです。結構今田さん本当にクールなところがあったりとか、ね、パパッとこうできたりとかするイメージなんですけど、ね、そんなことないですよ。超棒読みじゃん。ちょっと待ってください本当に。大丈夫か。もういやこれ私本当にこんなデコレーションケーキってちょっと初めてかもしれない。そっか、はい、あんまこう作ったりとかしないんだね。全然しないですね。そっか。そう知ってる人だとか、うん、友達だとか、はい、まあなんか自分の知ってる中での範囲でもらったのはそう、そことかは最高です。お、終わった？できましたか？はい。本当に？はい。一応見るのやめとく。そうですね。
もう生も子も突き果ててしまって、ね、今田さんがびっくりした。いやできましたね。できました。じゃあ手袋外していただいて、はい、ちょっと皆さん向けにくるっとケーキをしていただいて、ね、あと一度台から降りていただきますけど、ケーキだけまずお持ちください。今田さんのセンスがね、これ。そうですね、分かってますよ。先にくるっとした方がいいかな。そうだよ、はい。いやちょっと待って。今田さん、じゃあ壁側の方に、後ろにちょっとお下がりください、はい。さあ、それでは改めまして今田さんのバレンタインケーキ、まず皆さんに見せてください。こちらです。え、なんかめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。本当ですか。すごいカラフルで、はい、可愛い。これは妻夫木さんのどんなところをイメージされたんですか。え、まずあの華やかで爽やかなところを、うん、はい、ちょっとあのブルーだったりキラキラで表して、あとはいちごで長男の長って書きました。うわお、いちごで書いてあります。長男の長、わかります。カメラさん、わかります。あー、本当だ本当だ本当だ。あ、すごい。いや本当だね。でもすごい、本当に本当だ。この時間内でめちゃくちゃ豪華なの作れましたね。超。さあ、それでは今田さん、お渡しする前にまずこのバレンタインケーキに込めた思いを妻夫木さんにお伝えください。これからもよろしくお願いします。ごめんなさい。なんか今ネルトンみたいな気分になっちゃった。いやいや、もちろんありがとうございます。すごい嬉しいです。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。じゃあどうぞお受け取りください。妻夫木さん、これ緊張するんでもらうの。重たいです。結構おお。じゃあせっかくなので、ちょっとお二人で並んで写真撮らせていただいていいですか。みよちゃんの気持ちはありがたいけど、俺実は結婚してるんだ。知ってます。本当にごめんね。知ってます。こんな本命チョコもらっちゃう。申し訳ないんだけど。初めてです、こんなの。いや、ありがとう。はい。結婚してんだ俺。知ってます。4名お願いします。